セックスラジオ第17回をお送りいたします。本日は2021年3月の13日土曜日でございます。近況ちょっと体調を崩しておりまして、お腹が下っているので、途中でトイレに立つことがあったらどうもすいません。お送りしているのはケイクマガでかのようにですね。これはね、毎回このところですね、すごくお送りしている憎しみレコーズアーカイブス、ケイクマガの、音楽活動10周年を記念いたしまして、初期作から、ちょっとね順を追って毎回、ただいまこのラジオでは音源をねかけながらのオーディオコメンタリーをお送りしています。今回は、2019年、もう近づいてきましたね。今に2019年3月9日にリリースいたしました、かのようにシングルですね、かのようにをお送りいたします。このかのようにという曲は何年頃書いたのか、結構昔からあったように記憶しています。2014年ぐらいかな、おそらくですが、タイトルのかのようにというのは、同じ題名の、小説がありますね。森鴎外ですね。内容は関係ないんですけど、かのように、という言葉が美しいなと、思いまして書きましたね。ラブソングでございます。そうだね、このシングルはね、2019年3月にリリースしたこのシングル「かのように」というのは、当時ね、前回からのその流れとしてはバンド編成でやっていたケイクマガワイン憎しみレコーズというものが、活動を停止して、それから一人でやるときに何をやるんだろうということと、どういうふうにやるんだろうということを考えた時期を経て、アルバム「ケイ・クマガワ・イズ・デッド」というものを作った後に出したシングルでございます。シングル2曲入りのシングルでね、1曲目にこの「かのように」、それから2曲目に「秘密の街」という曲が入ってます。秘密の街もすごく初期の曲でね、ただ歌詞がすごく長い歌は俺の中では多分すごく珍しいですね。2作目のペインキラーの中に入っている、死んだ水牛の群れを待ちながらというサウンドコラージュで朗読しているのがこの秘密の街という曲の歌詞でございます。で、このシングルを作るにあたって、気に入っているんですよ、このシングルのことをね。できた時に、ああやったと思って、
でこのシングルは売らないことに当時ねしたんですよ、うん、これは売り物じゃねえ、こんなに美しいと自分なりにね思えるものは、うん、これは売り物にするのはよしとこうと、まあ、かといってねライブ会場で、無料配布ということも過去に何度もやってきているので、今回は違うんですねこれね、うん、バータートレード版という形式で、これはケイ・クマガワの中でも唯一ですね、リリースしまして、要は物々交換をする しなきゃいけない、シングルだったですねこの音源は、そのねお客様、欲しいって言ってくれる方が思う美しいものとこのシングルを交換しましょうっていうようなことをね、ちょっと臭いですけどね、当時やりましたですね、うん、これは本当にやってよかったなと思いましたね、本当にありがとうございます、その説には、うん、みんな構ってくれて本当にありがとうございます、いろんなものをいただきましてね、本当あのその辺で積んできた花だったり、うん、ね、その方が描いた絵だったりその方が描いた曲だったりってね、いいですねそういうのは、はい、2曲目秘密の街、秘密の街でございます、少し聞いてみましょう、はい、電車の上に腰掛けてマウイ島にガッと来た思ったコントに I've got 水晶の船の次のコードを探している戻ろう死んだ水油の群れを待ちながらウォーボケの幽霊が水素を決めて火の壁土の神が笑う世界を呪うことで世界に呪われている信仰に足る悲観主義を心の床に積み重ねて時が来るのをじっと待ってるわけじゃないドアを開けていたいそれが歌ですね、無論これはもうね作った当時からディランですよね、ボブディランですね、ボブディランをね若い自分にものすごく好きでね、ねえ、いやでもね、この秘密の街というこの曲は当時ね、これ書いたのは結構早いんですよ、これ2012年ぐらいだったと思います。で当時はねライブでもやってたんですけど、あの歌詞が覚えられない覚えろっていう話ですけどね、あとこの曲長いのでね、これをやると1回のライブの時に他の曲ができなくなると、うん、でもやりたいですねこの曲は、いい、あの当時
この頃はね、ブログを書いていた時期があって、でその頃にね、ブログに書き連ねたメッセージというか、考えていることおかしいんじゃないかと、I think so でいう、そういうものを散りばめながら歌詞の形になって作られていった、曲なんですけど、今ね2021年になって、10周年を迎えて、このケイ熊川はこれから、ザ・ダークパーティーという一つの大きなプロジェクト、音源を中心に置いたプロジェクトを始めようと思っているんですけど、そこのダークパーティーというものに俺が、捧げたい、込めたいと思っているメッセージと非常に近いです、この秘密の街という曲の歌詞は。なのでね、またライブでもやりたいと思いますね。かのようにというシングルは、そういうふうにして、バータートレード、物々交換をする音源として2019年に作りましてね。でなんかね、ね、先ほどかかった1曲目のかのようにのね、流れ方なんかはね、今聴いてもあいいなと思うんですよ。っていうのが、これ全部その多重録音で一人きりで録音してるんですよね、この2曲とも。いつもそうなんですけど、でね、それをどういう風に撮るかっていう時には、結構こういろいろ考えるんですよね。俺自身がその几帳面な人間ではないので、そうじゃなくてもきちんと合わせることができて、ね、要はその他のプレイヤーを見ながら演奏することができないので、ね、全部自分でやるということは、ね、自分でまずガイドになるギターを取って、仮歌入れて、でそれを聴きながら、ドラムスなり叩いて、でエレクトリックギターを入れてみたいな工程を踏むことが多いんですけど、なのでそういう時にね、このかのようにの方の1曲目のかのようには、あのね、1曲聴いている間にね、だんだんね、そのたくさんいるケイ熊川が一つになっていくんですね。その経過が面白い。これ下手くそだからそんなことになるんですけど、これプロのねミュージシャンからしたら、いや、ちゃんと やり直しなさいよっていう話なんですけど、ちゃんとやり直したらプロみたいな退屈な音になるんで、やり直しません。すいません。ね、このかのように最初音が外れたりとかね、ドラムが音外したりとか、ギターが、ここちょっと違うとかありながらね、歌詞の内容と、要はラブソングですから、男と女がこうね、だんだんとこう歩幅が合っていく、購買数のような感じ、公約数だっけ、のような感じで、だんだんそのそれぞれ違う足踏みが、男女のね、歩幅がだんだんとこうポリリズムのように合っていくという、その恋愛の美しさにのドラマに沿うようにだんだん音が合っていくですね。そういう風にたまたまなったんですよ、下手だから、下手だからたまたまなったんだけど、なんかね、これ今秘密の待てがかかってるけど、ずっとかのようにの話をしてますけど、もう少ししたらもう一回かのようにがかかるんでね、最後にかのようにを聞きながらお別れっていうのがいいんじゃないでしょうか。そう、そんな感じで、そのやっぱこうアンサンブルがドラマに影響を受けているように聞こえるように偶然なったんです、偶然ね。そういう風にね、このかのようにが録音できたので、これ気に入ってるんですよ。この辺聞くとまだね、音が合ってないところがね、目立ったりこうするんです。またこの辺はいいんだよ、もうちょいするとね、ずれ出したり
するけどね、男と女もそうじゃないですか。ね、だからおーと思いましたね。思うと後から聞いて思います、うん、これはだからいい録音ですよ、このかのようには、うん、ね、この辺ドラムがね、この1曲の間にねだんだん上手くなっていくんですよ、うん、こういうのはいいと思います、うん、なんかね、そうそう、せっかくプロじゃないんだからさね、えしっかりこういうものを作りたいなと思いますよね、うん、逆に言えばね、プロには作れないだろうと思いますね。ありがとうございます。ケイ・クマガでございます。ありがとうございます。シングルの、ジャケットでございますね。このジャケットの写真はすごくいいなぁと思っていて、なんか俺はひげ面でね、あれなんだけど、これはね、夜花見してる時の写真だね。桜の花が咲いている時期で、ね、ビール、缶ビール持ってのような、そうそう、この写真をこのかのようにね、ジャケットに使って、あ、よかったなと、うん、ね、いいと思います、うん、それだけなんですけど。というわけで、今回はですね、憎しみレコーズから、2019年3月にリリースいたしましたケイ・クマガワの、バータートレードによるシングル「かのように」をお送りいたしました、皆さん、良い週末をお過ごしください。あすす。あすす。君の手僕の手
かなきゃ死んでしまう。